次の曲は、下校の音楽のような曲です。皆さんも小学校の時に、例えばこういじめられたりして仲間外れにされて仕方なく家に帰るしかないような、そういったシチュエーションを想像しながら聴いてください。感傷的イメージという曲です。
それでは次は GPII じゃなくて、なんかそういったアルファベットが4文字のカセットブックに1分間だけ入れた曲を焼き直したもので、吉川さんがインファントドっぽい編曲をしてくれた家畜海峡という方向に出された娘の数え歌を聴いてください。